誰よ、さっきデートとか言ったコメントってやつは。それ払拭するためにもう速攻で終わらせて帰ってきたわ。こんな早いデートがこの世にありますか？仮にデートだと仮定した場合に、誰だよデートっつったバカは。そいつまず出てこいよ。そいつまずダメだな。NG だな。いや、振られたもおかしいでしょ。振られたもおかしい、おかしい。ただの打ち合わせみたいなもんよ。もうちょっとスマブラ練習していこう、今日は。少し練習しようぜ。どうすっかな。なんかもう、とにかく、その、女性絡みに結びつけたい君たちの、考えはよくわかった。ま、考え方によっては嬉しいっちゃ嬉しいよね。意外に坂本モテるかみたいな感じなんでしょう。それ嬉しいといえば嬉しい。しかしね、そういった可能性は一切ござらん。悲しいことに、その可能性は 0% です。申し訳ないが、結婚してほしいという君のね、温かい言葉、受け取っておく。しかしね、目はないね。今のところ。やっぱ顔がな、残念ながら。で、部から始まる感じかな。やっぱり、ちょっと、練習するか、どっちでやっかな、またお会いしましょう。3勝2敗か、いや、いいでしょう。十分。剣封じ入ったな。最終的にはレートは1500ちょっとになったな。あ、1506になった。よかった。1500戻したよ。1506だ。戻した。あ、ちょっと待ってね、今。LINE になったから。一瞬待って。今日はここまでのようです。皆様、どうもありがとうございました。どの道1時か。今日はここまでのようです。またデート。お前、この時間に空いてる店どこにあんだよ。今、びっくりドンキーとかも空いてないよ。もう、どこもないよ。なんでこの時間からどこの世界にデートが始まる男がいるかね。ど迷惑だろ。平日なのにさ。今日のスマメイトも使っちまった。いやー、まあ、正直ね、終わりどころ見失ってんだよね。なんかさっき人笑いしたとこでさっと切ればよかったなーと思って。このパターンの、なんか落としどころ考えよう。このパターンの落としどころ。終わりどころなくなったとき。一発、ギャグ、して終わるか。一発、ダジャレとかで。終わりの言葉決めるか。適当な米に切れて終わろう。それいいな。その位置って何、そもそも。名前の隣の位置って。見覚えないんだけど、その位置。ビッツリーダーってなんだ、すごいな。ぬるぬるの冷えピタあそこに貼り付けて寝たら女になったやついるから注意な。コメントのさ、知的能力下がってないか、最近。文章を読んでパッと入ってこないの。仕事、術語と目的語みたいな、ちょっと揃えような。なんだったんだ、今の。何、どういう意味で。え？男がそれやればいいの。試しに誰か貼って寝といて。使い物にならなくなったってことか。いや、僕の配信見るとバカになんのかな？明らかに知的レベル下がってるよね。まずいな。映ってんのか、バカ。映ってるかもしらん。だんだんみんなバカになってきてるよね。配信見てる人たち。視聴者は配信者の鏡。だったらもう少し頭良くなってしかりだろう。でも明らかにバカになって、なんかさ、だんだん僕、さ、その、幼稚園とかの引率の先生みたいな感じになってくるの嫌なんだけど、ちょっと知的レベル上げてこうぜ。一回みんな勉強会挟んで、頭良くしていこう。え、
立ち位置として君たちの方が頭良くないと成立しないんだけど、僕の配信って。僕の方が頭良くなって君たちそれはどうかなとか言ってんのおかしいだろ。やめてくれよ、その、なんか、僕嫌なんだよな。僕らより常に頭良くあってね。これから先も。使い方じゃないよ。いや、これ湿布です。は?思ってたのの2倍バカだったわ。って言われそう。頭冷やすために冷えピタ貼ってたと思ったら、それ湿布だったんだ。別に湿布に冷やす効果はほぼないわけで、発火みたいなのが入ってるから、冷感はちょっとあるのかな。冷感成分入ってる、別に冷やしてないわけで。しかもその、去年の1月に、まあ、コロナかって騒いだ時に、中ちゃんがわざわざ冷えピタシート大量に買ってきてくれたの、未だに残ってるよ。ほとんど使わずに。どうしよう、冷えピタシートの有効活用法ないの?冷えピタシートの有効活用。なんかない?あ、顔面に貼れば何?小顔効果がある。貼ろっかな。でも誰もそんなコメント言ってないんだよね。誰もそんなコメント書いてないのに、今の顔面に入れば効果あるってって言ってる僕怖くない?結構来てると思うよ僕。誰一人そんなコメントしてないのにさ、そのコメントを読んでる僕。怖いね。絶対頭おかしいわ。作ってんだもん。いや、違う違う。あんね。僕が視聴者だったらそのコメントを書く僕が隣にいるから読んでんだよね。だから僕が打ち込んだコメントを僕が読んでるから、コメント欄上にそのコメントが発生してないのよ。わかりますか?理屈が。僕が書いてんの、コメント。でもそれ僕が読んでるから、そのコメントを書いて打ち込んでエンターキーを押す手間が省けてんの。でも別に視聴者いらないよね。別に、オフラインでいいんだ。一人でできっから。ゲーム実況配信って。最悪一人でできっからいいんだけど。うん。金はどっから来るんじゃい?その金はどっから来るんだ?金があったら中古パソコン買ってね。親やぞ。あのね、親にあんまり迷惑かけたがらないニートが大量よ。うん。ほとんど8割以上は親に迷惑かけたがらないよ。あの、ちゃんと、親孝行派よ。8割以上は。ニートなのにとか失礼なんだよ。だからその敵に回す発言よ。カチンと来るやつ。お父さんお母さん大好きなやつが多いっつの。いや、声も震えるわな。何そのニートだから親不幸だよねみたいな固定観念から来るやつ。いや、マジ今日全面対決ですかね。いや、マイクラでも衝突起きそう、このパターン。朝活二大勢力。なその働いてれば偉い羽。それカチンとくるよな。何が偉いんじゃ働いててな。くそ、土星論で攻めてきやがる。どうする、ちょ、論破しなきゃダメだな。親が好きなら働けという。いや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 、その、やっぱ働いて最近はさ、ブラック企業とか多いわけで、働いて体壊したりしたら、それが一番親不幸と考える派もいるよね。それを考えると、ずっと家にいて、その、笑顔をお父さんお母さんに見せることこそが一番の親孝行と考える、そういう人間がいても悪くはない。それは間違ってはいないよね。働く時間、すら、大好きなお父さんお母さんといたい。それは、悪いことなんですか?考えとして。じゃあ、バイトでいいから、家に金入れないとさ、グーグー
どうする。いや、いるかもしれない。20代はがっつりゴールドマンサックスで働いて、アーリーリタイアして、30から先はお父さんお母さんと、もう最低限の自分で貯金があるから、お父さんお母さんに金銭的な世話にならずに、家でお父さんお母さんとずっと過ごしたいんだみたいな、超親孝行な、いるかもしれないでしょ？別に。特別なのいるかもしれない。ゴールドマンサックスいないかな、やっぱ。ゴールドマンサックスいないか。ニートだと親に孫見せられないから親不幸でしょ。やめろそれ、ニート外しても聞くからやめろ。関係ねえだろそれ。関係ねえ、僕に言ってんだろ。ニートだと関係ないじゃんそれ。坂本だとに死後変えても成り立つじゃん。聞くからやめろ。なんか、ショットシェルの弾入れすぎだからやめろって、拡散しすぎだってそれ弾。遠くにいる僕にも当たってるって。全員に当てるな。働きもしないでいつまでも親の金で飯食ってるやつが親大好きって、それは好きだろうな。養ってくれんだから。グエー殺す。うわぁ。腹立つわ。いやぁ、マジ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 腹立つ、今の。それは腹立つ。それは腹立つ。ピキピキ来た、ピキピキ。はぁ。それでよく坂本のファンで名乗れたもんだな、今のな。今のやつ。バッキきた、今の。湧くわ。やべえ、やべえ。ちょっと待って。絶対論破しないと、今のは。論破しないと。いや、親もさ、まあ、やっぱりもう歳でさ、まあまあまあ、正直さ、親の、その働いて得たお金を、まあ、多少使わせてもらってるところはあるけど、親だってさ、別に死んだ先にさ貯めた金は持ってけないわけですよね。でどの道さ、そのお父さんお母さんが亡くなったら、その遺産という形で相続することになるわけですよ。それちょっと前借りして、今はお父さんお母さんの顔をよく見たい真の親孝行と言えるのはないだろうか。真の。真の。さっき。やめろ。やめてくれ。グーのでもない。さすがにいつも、さすがにいつも喋りだけは止まらんと言える私でも、いや一言も出なくなってしまった。いや一言も出なくなった。単語が出なくなったね。グーとかしか言ってないもんね僕。とかしか。なんとか言い返そうと思ってはいるんだが。ゲームやろうぜ。ゲームに逃げるのも悔しくない今。今僕この写真の右下の緑色の、その伸びてるグミのやつじゃないですか。あんな感じで、今。限界まで伸ばされてる僕。四方八方、グーってなってる。ちぎれてしまっている。誰も産んでくれって頼んでないのに、この世に勝手に生み出したのは親だろ。大人だったら当てにしない働けってのも横暴だよな。やばそうなんだが。よくそれを。それ、書いてる時に、思い返すとこなかったか、お前。
いや、まあそうなんだけどさ、究極の責任転嫁、それやばいよ。八方から来るってそれ言ったら、自分を追い込んでるだけよ。一瞬反応したと思いきや、それ八方から来るって攻撃より、なんかその塹壕に逃げたと思ったら、なんか周り360度全方向から射撃が来るところに入ってましたと。そんな感じ今。追い込められるぞ、それ言ったら。くそー。いや、資本主義が悪いね。何でもやっぱさ、お金ってなる資本主義が全て悪いな。社会のせいにしてこ。いや、生まれる時代が石器時代とかだったらな、ワンチャンあったんだけどな。ワンチャン。この討論誰が幸せになってんの？少なくとも誰も。アマゾンサンキュー。これを買えと。ストレス解消、パンチバック。いいね。1908円でこれ買ってぶん殴るか。なんだっけさっきのやつ。坂本のファンとか名前書いてさ、こうぶん殴るべみんなで。ボコボコにするべこれを。1908円、僕買うわ。僕買って、大通り駅のところに、坂本のファンって名前書いといて、立てとくから今日、みんなボーボーにするべ、これ。蹴りかますべ、全員で。くそー。ダメだな、最後、社会のせいにして、逃げるしかなくなっちゃうのか。きついわー、正論でパンチされんの。きつい、きつい。上司の顔を伺いながらヘコヘコしてるより、母親の顔を見て生きてた方が人生マシかもな、サカちゃん、じゃねえよ、カス。浸ってんじゃねえぞ、上から目線で。サカちゃんじゃねえよ。いや、どうすればいいんだ。マジ勝ちてー、このバカどもに。マジ勝ちてー。くっそ、どうする。なんとかして、反撃を食らわして。なんだろうな、この。やっぱね、正義の暴力が世の中一番理不尽だわ。わかりますか？僕は正義の暴力って言ってんだけど、この、まあ、一般的な社会的に大多数が正しい、これが正しいだろうみたいなところから、それをバックに、それをケツ持ちに敷いて殴ってくるっていう正義の暴力が一番きつい。正論、ド正論で来るやつね。そう。正義をケツ持ちにして殴ってくるやつ。倒せん。逃げるしかない。サントリーストロングゼロダブルレモン、何これ。酔って逃げろと。酒飲んで逃げろと。現実逃避しろと。くそ、ダメだ、勝てなかったよ、すまん。なんとかこの、なんかもう働いてるのが正しいと思ってるバカどもに一撃食らわしたかったんだけどな。ちょっとなんか土星論で来られるとな、腹立つわー。お前らみたいなやつ働いたらん、もう。お前らみたいなやつがいるから、もう働きたくないんだ。なんかこの、少しでも弱り目だと見る家につけ、そのなんかぐいぐいつこ、もっと強いやつ戦えよ、お前ら。なんか下叩いてねえでよ。もっと上と戦えや。社会役と戦ってこい。すぐ人のせい、社会のせい、腹立つ、腹立つ、ガッツくよ。みんな幕末志士党の無人島に殴り合おうぜ。でも来る人は多分今ぶっ込まれてる派が来ると思うけど。いやー、ダメだったわ。次までにもっと固めてこないとな。言い返す
言い返すネタというか、うん、こっちも大義名分をちゃんと持ってかないと、大義名分がないから負けるんだよな。聞くわー、イラッとするわー。今あれだな、多分電車とか地下鉄とか車の中でこれ聞いてる社会人の人はちょっとにんまりしながら言ってるのを想像すると腹立つな。ニヤニヤしながら、俺よかった働いててみたいな。くさーくそー、僕朝眠かったんじゃなかったのかよ。なんでこんな顔真っ赤になってんだ。完璧覚醒したわ、 100% 覚醒した。なんなら昨日より声出てる。あ、一番覚醒するやつはそうか。そいつの弱みついて怒らせることなんだな。すんごいわ、こうか。わかったわかった。そいつが、の弱みをつくディスカッションを仕掛ければ、そいつ起きるわ。真っ赤になるもんだって。やったれぞとなるわ。ははは、ベジータにボコられた。マシュマロボディ、じゃあ自分で言ってんだってなるよ。まあ自分で言ってんだ、やっぱり。私はって。じゃあ僕も自分で言うかな。なんて言おう。鳥ガラボディを自分で美化するやつ。あ、まあ人からさあ、骨ボディって言われたらやっぱ切れるから、自分で自分のことちょい褒めるとき、なんて言う。スレンダーボディいいな。シャープボディ。待って、スレンダーボディでいくか。スケルトンボディ。あんまり変わんないな。それ英語にしただけでしょ。スケルトンボディは。モデル体型。まあ普通にそれは、あれだよね。美化してるよね。即身仏でいいんじゃないだからさ。なんで自虐にしなきゃいけないんだよ、本当に。死んでねえよ。仏になってねえよ。こっからだから仏になんの。スキンボーン。鉛筆くん。くんじゃねえな。あと、鉛筆ってそんなに細いイメージだ。鉛筆くんって何そんなに鉛筆に細いイメージない。まあ、先っちょ尖ってるからか。俺鉛筆くんなんだよねって。あー、切れるわ、外から言われたら。お前鉛筆くんだなって言われたら切れるわ。あ、いいとこついてんだ。だから自分で言うならまだ我慢できるっつうか、自分で言うならなんか自虐風褒め言葉になってるけど、外から言われたら普通に切れる。そのあたりつけばいいんだ。ちょっと自分で言えば美化した感じの自虐になるって感じか。鉛筆くんいいとこついてるな。中指くんってなんだよ。くんつけりゃいいってもんじゃねえぞ。骨つき肉。あ、わかるわかる。骨の方が、骨の方がピックアップされてるわ。骨付き肉ね。あ、その辺か。骨付き肉ね。肉付き棒ねえか、骨付き肉か。まあ、骨付き肉はちょいムチムチ感あるか。骨がついてる肉だから、よーく見ると、肉の方がいっぱいある感じに見えるか。でもそれボディ、爪楊枝ボディか、まあ、トイレのマークは、まあ、リアルそんな感じのシルエットではあるよね。ダイダラボッチは違うだろ。でかいでしょ。猫背なぐらいでしょ。被ってるのは。骨せんべい、なんか、食べ物系多いな。
なんだろうね、砂時計みたいな感じなんだよな。やっぱお腹んところへこむからさ、人って痩せると、まずお腹んところからなくなっていくというか、シルエットが細くなっていく。他はやっぱ骨があるけど、お腹んとこには骨が少ないじゃん。背骨しかないじゃん、あの辺って。だから、その辺からなくなっていく。まだ足とかはさ、太ももは骨が太いから、そこまで減ってかないけど、お腹だよ、お腹。砂時計見たくなっていくんだよね。エヴァンゲリオン初号機。でもな、ネタが通じるかな。やめとこやめとこ。危ないな。豪邸も抜け穴あったな。そういえば。GoTo's だ、飲食店 GoTo の方だろ？ホテルじゃなくて。飲食店 GoTo。あっちの方だろ？やれたのは。僕行かなかったけど。居酒屋とかのね。そっちは悪用できたよね。いや、やっぱ考える人は考える。ただまあ制度はすぐ塞がれるから、最初スタートダッシュで悪どい人がバーってやっちゃうんだろうな。やっぱ知恵が回る人が、これできるなって思った人が。ねえ。あんまり発信すぎると犯罪補助の放送としてマークされるから、それ犯罪なのかね。僕もその制度を、の抜け道を探して使うの犯罪なのかね。制度の穴を、欠陥の制度を出した方が普通に悪いと思うんだけど、ルールの範疇でやってる分にはさ、不正なのかね。ズルではあるか。逮捕されたんだ、あれや、なんかやった人。へえ。じゃあワザップに書くぐらいにとどめますかね、僕も。いや、小学校3年生の男の子なんですけれども、この発見したことを全部書きますね、みたいに。やるか。ワザップに書いとくか。あそこあんま信用されてないから。ワザップやるわ。そういうのちょっと楽しいけどね。わかる？その、デバッグとかバグ探しに近いから、なんか新しい制度出た時に、これはどうなんだ、あれはどうなんだってデバッグするのはかなり楽しいよね。サガちゃんの発言聞いてやる人が増えるとやばい。いや、もうすでに塞がれてるよ。全部。制度塞がれてるよ。僕が言ったやつは過去のやつだから。大丈夫大丈夫。あとワザップに書くぐらいのレベルだから。サボテン、ごめん、まだ昨日ね、5時間ぐらいしか起動してないんだけど、全然育たなかった。見せる段階じゃないね。まだ。そうそうそう、裏技はさ、そう、信憑性が怪しいからもしれない。いや、昔、大義林っていう超分厚い裏技ばっか書いた辞典もあるけど、あそこも結構なんか使えない裏技も載っててさ、その信憑性の低さがまたゲームを深めてるんだよな。できないじゃんっていう裏技。これほんとできんの？とか。どうでもいい裏技とかね。もうしかし、嘘の裏技でも、やっぱそのゲームで確認する動機にはなるから。嘘でも。クマが出て警察が増えるまでわかんだけど、クマが出たから職質が増えるは、ちょっと繋がってなくないか？え、クマに職質すんの？え、クマが出ることと、その職質が増えることは多分繋がらないよね。え、オタク、クマと関係ありますか？みたいに聞いてくるな。クマを見ましたかってことか。クマ、見ましたか？ついでに職務質問をしていいですかかな。え、クマに職質するって結構アホだよね。だってクマと人間の見分けついてないってことでしょ。
最近のクマ頭良くてね、人間の服着てることあるんですよ。それで言っても顔で見分けつくだろ。ちょ、最近のクマもだんだん IQ 高くなってきましてね、一瞬人間と区別つかないんですわ。毛深い人間みたいな感じになってましてね、喋るしね、クマもね、そんなことないですクマとか言うしね、ちょっとわかんないっすよね。頭良くなってきたかもしれない。だってさ、よく考えるとおかしいんだよね。あいつらクマさ、いきなり街中に出るじゃん。どうやってそこまでスニーキングしてきたのって思わない？いきなり街中の小学校とかに出るじゃん、あいつら。クマって。いやいやいや、誰か見るだろ、そこまで。発見するだろ、クマ。だって四つん這いで歩いてるわけだろ、あのデカさのやつが。さすがに誰か、見つけて、うわー叫ぶでしょ。いきなり出てくんじゃん。やっぱ途中まで人間の格好してんのかな。うん、なんか免許証とかも熊五郎とか書いてるやつ持ってきてんのかな、途中まで。途中まで僕二足歩行できてると思うんだよね、奴らは。だからみんな人間だと思うと。熊五郎がいるぞと。免許証みたいなの持ってるぞと。首から下げて。絶対途中まで擬態してるって。途中から全部脱いで、熊だガオーって言って始まると思うんだよね、奴ら。見つかったら死んじゃうから、そう。だから擬態。二足歩行。途中までは奴らも、スネーク張りにやってるよ、擬態して。人間に化けてきてるよ。熊舐めんなよと。お前らと知能変わらんぞ。あー、車運転してきてんのかな、奴ら。ダンプカーとかで来てんのか。いや、できそう。だって、クマ、だって届くでしょ、足。余裕だよね。ブレーキ、アクセル踏めるもんな、奴ら。いや、絶対奴ら運転してきてるって。もしかヒッチハイクしてきてんのかな、運転免許持ってないクマは。やっぱ人間の格好して。で、うんちゃんも、おー、おめえ、クマっぽいな、かわいいじゃんか、乗れよっつって乗せてもらってんのかな。で、途中まで途中、一回食堂とかで、半田屋とかでカツ丼をおごってもらったりしてね、途中。お兄ちゃん食えよ。それ食ってきてんのかな。だったらそのまま人として生きた方がいいと思うけどね。最終的に正体表さなくても。ママチャリでは来ないな。クマチャリ。山で作ってきてるのかも。クマチャリ。木とかでね、頑張って切ってね。マサガリで切って。サカちゃん今日ラリって、クマ、いや、コメントの方がラリってると思うね。サーカス仕込みのね、ボリショイサーカス仕込みで、来てるのかも。でも、サーカスの芸覚えられるってことは、やっぱ知能高いよな。結構できるよ、やっぱ。運転ぐらいはできるよ、な。奴ら頭いいわ、やはり。自転車乗ってるサーカスのクマ見たことあるでしょ。ってことは、野生のクマもやっぱ自転車乗れんのか。やっぱクマチャリ作戦なのかな。チャリ乗ってたらさすがにクマ、クマじゃないって思っちゃうかも、僕も。あ、毛深いクマゴロウだって思って見逃すかも。チャリ乗ってきてたら。どうやって人里まで降りてきてんだろうね。そう、着ぐるみのさ、バイトの人が、多分、その、急いでるんだろうなって思っちゃわない？チャリへ。熊会死にすぎた。電動キック。いや、熊がどうやって人里にいきなり降りてきてんのかっていう。それまでバレるよねって。そういう話をしてた。朝っぱらから研究局何を言っとるかね。この男坂本、恥ずかしながら、生涯一度もそういうところに行ったことはござらん。こういったことに。
誘われたことはある。が、そのござらん。一回も行ったことなし。生涯行くことなく死のうと思う。いや、何の話してんだよ。もう朝、今日は風俗日和だーってすごく元気で、曇りなき眼と言ってくれるコメントがいるもんだから、つい読んでしまい、申し訳なかった。スエゼン食わぬわというやつか。でも自分からのこのこ言ってるからね、食べに。スエゼン食わぬわの、ねえ、用法とは違うよね。自ら乗り込んでるわけだしね。据えられに行ってるしね。恥ずかしいことはない。まあもちろん恥ずかしいことはないし、お互い了解の上、そのやりくりしてるんだから、別に悪いことではないとは思うが、まあ、個人的にちょっと、やっぱ、苦手というか、まあ無理だわ。うん。まあ、三文字で言うと、たたんね。うん。たたん。三文字で言うと。まあ、いろいろ言い訳をつけて、かっこいい理由を探してみたけども、最近もう言い訳を作るのもめんどくさくなっちゃって、もうあっさりでいいかと。たたんで。三文字要約すると。わかりやすいしね。彼女いるからいらないわ。かっこいい。それを言えれば一番かっこいいんだがね。うん。彼女への一途な愛を貫いてますと。だから行きませんと。それが言えれば男はどんなにかっこいいか。いやー、腹立つなー。切腹してくんないかな、拓也。読みづれんだよな、お前の名前。切腹してくんないかな。読みづらい罪で。うん。タクティアンだっけ？文字読みづらい罪で、切腹で。島流しでもいいよ。どっちでもいいよ。どっちかで。二者択一で。僕、すぐすぐ基本的には。それは寛容じゃなくて、多分無関心なんじゃないですか。だって君たちがすげえ死にそうで困ってるから金貸してって言っても、ビタ一文加算自信あるもん。死ねえよって多分言うと思う、その場で。関係ないから。だからそういうレベルなんだと思う、僕。だめっちゃもう君たちが困って、さあ、さあ、もう、今月食べるもんないんです。もう、のだれ死にします。1000円貸してください。いや、死んで。ごめん。もうダメだわ。生きるの向いてないわ。死んで。すまん。そこで1000円貸したところで、体制に影響ない。すまん。って言うと思う。もしくは、釣り竿を貸してやると。自分で魚釣ってきて。自分で。魚を釣って生計を立ててください。1000円をあげたところで食事に使っちゃうから。釣り竿を貸すから。それ川行って、魚を釣ってこい。と言うと思うね。死ねは自殺教唆にならないの。ああ、なるか。じゃあやっぱ釣り竿を貸した方がいいのかな。確かに。釣り竿を貸すわ、僕。そうすると。フルオプションの釣り竿を貸せよ。なんでそうやってたんけ、どんどん要求が上がってくんだ。なぜこっちが弱い立場になるんだろうな。なんだはい、船も貸せみたいな。一回1000円貸したんだから責任持てよとかさ。はい、自殺教唆とか、なんでこっちがいきなり弱い立場に。なんだろうな。やべえなぁ。でも絶対金は貸さんよ。だって金貸したら帰ってこないもん。今まで何回もやってきた。
友達関係は金貸した瞬間終わると思ってほぼ間違いない。大体本当に友達思いのやつだったら金借りないよ、その友達に。迷惑かけるの分かってんじゃん。ね、貸し借りは絶対やっちゃう。で、金の貸し借りを、その、してもいいだろうっていう友達としてしか見られてないから、金借りる時点で。こっちもそのレベルまで落とさんと。そう、間違いないと思う。あげるつもりで貸すか、友達辞めるつもりで貸すか。でも結局友達辞めるんだったら金貸すなになっちゃうしな。ダメだと思うよ、お金だけ貸しちゃ。増えてきたね。友達に35万ぐらい貸したことあるよ。かっけ。いや、そのさ、貸したやつの男気というか、そこは大好きよ。優しさというかさ、友情に熱いってことだろ。それは好き。だって僕の親父もさ、友達の1億円の借金の保証人になって逃げられたからね。僕は親父は大好きだよ。マジで人情に熱いし、人間思いだし。でも貸した先のやつは死ぬほど軽蔑してます。逃げたから。その35万貸した相手は、ちゃんとなんか、胃の一番に君のことを思って返してくれたかっていうことね。で、その35万円もさ、やむなく出費するやつならいいよ。例えばさ、親が病気でどうしても手術のお金が足りなくて貸してくれとか、その、妹の学費が35万足りなくて、このままでは妹の入学ができないから、もうほんと、泣きながら土下座して貸してくれって迷惑かけること分かってるんだけど、そういうなんかやむを得ない事情だったら分かる。でも大抵さ、生活苦とかで来るでしょ。大抵の場合、生活費が足りないとかで来るでしょ。か、なんか財布を落としたとか。財布落とす率高くねえか、お前。財布何回落とすんだよ。うっかり財布落としちゃってて、ほんとか、もう何回財布落としてんだよ。で、戻ってきたんだけど、お金全部抜かれてて。絶対嘘だろう。返してもらえなかったら焼き土下座しかないな。そのさ、焼き土下座してやるっていう関係になった時点で終わってるんだって。そいつを焼き土下座しても、もうええわいってなってる時点で、それ友達じゃないんだって。だって、焼き土下座だよ。焼き土下座してもいいんでしょ、もう友達が。鉄板の上で頭こすりつけて、肉を焼いてもいいわけでしょ。だもう終わってるんだって。あ、帰ってきたんだ。帰ってきたんなら全然いいと思う。まあ、やむを得ないなら全然いいんじゃない？うん。でも僕だったらまずはサラ金に走るけどね。友達に借りる前に。まずはリスクを負うけどね。でもいいんじゃない？帰ってきたんならすごいいいと思う。で、その後も友達関係が続いてんなら全然いいんじゃない？ああ。焼き土下座させる、面白いな。焼かなくても結構破綻してる。土下座だけでも、あ、友達に土下座させていいんだって。やっぱダメだよ。100円とかだよ、貸して。ジュース代、ジュース代、自販機のジュース代だって。多分そういうところに行くのは怖い。やっだから友達からってことなんでしょうね。そうかもしれんけどさ、そうだから、めんどくさいから、厄介だから、怖いから、だからお前から借りてもええわいっていう、その根性が気に食わないんだよね、僕らは。僕らは何、返さなくても怖くないんだっていう。別になんか期限通りに返さなくても僕らはなーなーで許してくれるから怖くないんだ。結局それ舐められてるなっていうのが分かっちゃうのが嫌なんだよね。貸す方としては、貸す方としては嫌なの。だからそういう扱いなんだっていうのが分かっちゃうのが悲しいの。
同じだって、サラ金から借りても友達から借りても期限までに返さなきゃならないっていう責任の多さは同じなはずなのに、なんかサラ金が怖いから友達にっていうところでもうすでにちょっと甘く見られてる感じがあるの。上司に金貸したことあるわ。どんだけ情けねえ上司なんだよ。お前の上司は上司失格でしょ。まずあの部下の管理の前に自分の財布の管理ができてないところでマネジメントできてないだろ、いろいろと。管理職失格だろ。財布の中身からやり直せと。小学生でもできるじゃん、自分のお財布の管理って。今いくらぐらい入ってて、次のお母さんからの小遣いの前にいくらぐらい使うから今月は、買い食いやめとこうとか、小学生でもできるじゃん。いやあ、奥さんに財布を管理されて日々のタバコ代もままならないみたいな感じか。そういう人に貸したら帰ってこないしな、やっぱり。結局ね、増えてきたぞ猫が。ヤンノカステップ調べよう。そう、アマゾンで僕の服、お前らいつも僕の服に文句垂れまくるけどさ、文句みたらし団子やってるけどさ、な、じゃあ何がいいんだよ。いやもう分かったよ、無地の、もう逆切れして無地の T シャツ持ってくから、お前らそれに文句つけたらもう二度と見せないかんの。いやいや、何でも文句つけるでしょ。もう、じゃあ無地の T シャツ持ってきますね。ほんと、何にも書いてないやつ。ただの白の T シャツ。それでさ、変なリップついたら僕もう、信用しないわ。スティーブ・ジョブズみたいな服、リンクちょうだいよ。じゃ、たまに、ちょっと君らここにリンク出してみんなで評価しようぜ、じゃあ。これはいいねってなって、で、それツイートに乗っけるから、で、そこで叩かれるがいいよ。で、そこでさ、やっぱ坂本出せって言われるから、そこで君ら自分のセンスに絶望するがいいさ。ちょ、リンクをよこせや。その自分のファッションセンスに、自信ありにき、リンクよこせよ。ぶっちゃけあいつら何着ても文句言う。キックンと同じ服でも叩かれる。それなんですよね。結局着てる人間によって変わるだけなんだよね。だから、昨日の服キックンが着てたら叩かれないよね。でも僕が着てたらボコボコよ。白でも黒でも変わんねえよ、みたいな。肩がダサい。どれ？リンクが来たな。おい！なんだよこのパッチワークの継ぎはぎのやつは。これこれ廃棄した服の布の寄せ集めで作ってるだろ、これは。え、じゃないの、廃棄処分行きの服寄せ集めで作ってるだけだろ。絶対3580円もすんのか、高いな。え、これ着てたらさ、これ着て街中歩いてたら君ら笑わん？つうかこれ僕の選んだ服と変わんないよね。だって、ネックレス、チェーンみたいなやつ同じやつだよ。これあかんな。0点。どれ？ピスケ04。あー。え、ゾゾタウンでこういうの買ったことあんだけど、やっぱりダサいって言われるんだよな。え？文豪みたいって言われたことあるよ、この服。無地のこの韓国アイドルが着てるような服。ああ、まあでもそういうシンプルなやつか、シンプル系か。あのサメ柄のやつはダメっすわ。ちょっと歳に合ってないんで、サメ柄のあかんわ。男女兼用、スリータイプス、大人可愛い、サメ柄フード付き、防体パーカー。ちょっと可愛いことは可愛いけどね。サメがなければ着れるんだけど、サメが絶対入ってくるんでしょ。サメと犬が。シンプルなのにしろということか。
あ、猫ちゃんの方が良くない？猫ちゃんが笑わせ猫が魚に手やってるやつ、こっちの可愛くない？お、可愛い可愛い、これ可愛くない？こっちの可愛い。でもさ、このモコリストっていうのを昨日の僕のツイートした服のメーカーだよ、それって。サガちゃんが好きな服着るのが一番だよ。着ない服買ってもしゃあないし、もう土星論なんだけどさ、じゃあこれ着るねってツイートにあげたら、ダセえ、着るな、裸の方がマシ、ゴミ恥さらしなどと言われて、やっぱ着るってなる？ならないよね。いや買うけどさ、あのパーカーは買うけどね。まさかの団子延期が2日も入ると、僕もうっかり忘れてしまってな。今食うから許して。三色団子買ってきたからさ、朝走って。しかし朝から三色団子というのもな、なんかコーヒーで流し込むわ団子を。あ、ちょっと朝飯代わりに食べるから許して。裏面見たらさ、結構カロリー高いんだよね。え、醤油とあんとごまがあるけど、どれが一番カロリー高いと思う？いや、意外や意外。一番カロリー高いのは、ごま団子。醤油じゃないの？僕醤油だと思ってたのさ。そしたらさ、あ、みんな分かったんだ。ごま団子のカロリー、1本162キロカロリー。まあ、他のも2キロカロリーずつしか差がないんだけど。ってことはこれ3本食べたら、500キロカロリーなんだ。すごいな。しかもさ、500キロカロリーも取れて、100円でお釣りが来るという。100円でおつ92円とかだったんだよね。で、袋、有料袋つけても98円だったから、すんごいコスパだよこれ。マジか。じゃあこれ3食これにすれば1日300円でお釣り来るんだなごま団子、串団子3食で500キロカロリーが取れるんなら、3食これで1500キロカロリー。十分、十分。野菜が困るけど。十分だな。いや、今さ、僕、サラダ多めにして食事取ってるんだけど、やっぱりサラダ高いんだよね。サラダの盛り合わせって300円すんだよ。それだけで、3食団子が9本買える。サラダも栄養があるといえば微妙だしな。サラダって栄養ないよね。栄養素、なんだろう、ビタミンとかそういったところは取れるけど、栄養って何？何から食おうかな。やっぱみたらし団子から食うか。僕あんま食べながら配信しないんだけどな。ちょ、さすがに、団子延期2回繰り返すと、写真ツイートしただけだ信用ならねえなと思って。それ中岡に食わせただろうって言われると思って。自分で食え食え言ってんのに。それ使わないで言ったんですね。みたらし団子、甘っ。ん？こんな団子柔らかかったっけ？あれ？クオリティ上がってるな。山崎。もう山崎じゃないのか。クオリティ上がってる。昔もっと硬かったような気がしたけどな。すごい柔らかくなってる。みたらし団子。コーヒー飲まないとやってられませんわ、口の中。甘くて甘くて。うまっ。硬い方が好き。まあ、僕も硬い方が好きっちゃ好きなんだけど、これに関しては、柔らかくても全然。あんこか。すんごいあんこついてるな。赤服じゃん、これ。すごいな。どれ？コーヒーは何でも合うよ、甘いものは。もう和菓子だろうが何だろうが。うん、うまい。この団子とあんの滑らかな甘さが団子と調和して軽いハーモニーを醸し出してるね。などと三流グルメレポーターのことを言ってみたり。いやー、ごまも食おう。穴がつ重いな。いや、重いね。走った後団子食ってるよ、僕。おい。
だやっぱりごまだなこれ。美味しいわごま。ごまごま。このごまのね、つぶつぶの食感が一つ一つ弾けることによって団子のこの素朴な味わいを完全に引き立ててますね。五流レポーターだな。だからこれ使ってもらえないわ。うまい。団子って家でどうやって作ればいい？僕さ、団子の粉がまず分かって、薄力粉？団子の粉は薄力粉かい？それとも、強力粉？白玉粉？おめえそれ白玉作る時の粉だろ？団子と白玉は何かが違うだろ？何か違うよね、団子と白玉って。白い粉、抗議の意味だね。白玉粉なの？では白玉と団子の違いは何だ？もしかして違わない？団子と白玉って違わないの？同じ？強力粉はパンか。あ、白玉でいいんだ。まあ、ぶっちゃけ違いはないと思ってました。団子と白玉に同じもんだと思ってました。名前が違うわけか。なんかお腹いっぱいになってきちゃった。3玉食ってお腹いっぱいになってきちゃった。まあ何食ってもうまいと思う舌にはなってるよ。そう、僕のバイブル、斎藤隆夫のサバイバルのサトルが、普段、そのサトルの最初の方で、原始人には薬バカ聞きするみたいなんだよね。日頃から薬とかそういうものに頼ってないと、いざ病気になった時に、そのアフリカあたりのちょっと原住民みたいな昔ながらの文明から離れた生活をしている人に病気になった時に、今の現代の最新鋭の薬を投与したらバカ激したらしいんだよね。現代人何十倍も効いちゃったらしいんだよ。それを見て僕それ食事に応用してるんだよ。だから常日頃、粗食をしていれば、ふとある日、美味しいものを食べた時の感動は、人の数十倍になるんじゃないかと。だから今多分僕団子を食って、人の数十倍うまいと感じてる。うまい。話んちのお母さん同じこと言ってたって。あ、そうですか。私んちのお母さんと同じレベルだった。次の私んちのアニメやったら僕金木犀の代わりに歌うわ。あ、みたらし団子が一番量食えるな。うん、シンプルだわ。みたらし団子は全部食えるか、放送中に。だがスチームに繋がらない以上、やれることで言えば団子を食うことしかない。何でもやってくれる。緊急通報サービス、シニアの方々や単身世帯の方々を24時間365日専用機器を用いて見守ります。異常を発見した際や緊急ボタンを押された際には1000人パトロール員が駆けつけて対処します。だから孤独死とか、一人で住んでる人が病気で倒れた時にもうすぐ察知してきてくれるんだ。いやー、とんでもないな最近のマンションは。コンシェルジュサービスがまずあると。続いて、何これ、100インチの大型プロジェクターと、サラウンドスピーカーを用意した、最新の映像音響機器を設置したシネマシアタースタジオとカラオケルームをご用意いたしておりますと。共用施設ってことだ。カラオケはジョイサウンドを導入して、ビッグスクリーンでいろいろなお気に入りの映画、お子様の運動会のビデオ上映会、ファミリーコンサート、ゲーム機を持ち込み、迫力の大画面でゲームプレイができます。何でもできんじゃん。すんごい。すんごいや。
ゲームが大画面100インチでできる。すごいよ。テレワークルーム。は？テレワークルームもついてる。なんだって？家でも快適に働けるように、自宅のテレワーク環境を整えたいところですよね。しかし、オフィスの時と同じ緊張感では、在宅の仕事に向き合いづらいという方々に対して、コワーキングスペースをご用意いたしました。実質とは別に、共用コワーキングスペース。そこで、ご存分に一人の個室で、仕事をしてください。で、プリンターやスキャナーなどの周辺機器、コーヒーメーカーなどの、マジかよ。エアコン、空気清浄機、システムデスク、コーヒー、オーディオミニコンポ、すべて揃えてあります。テレワークルームはセキュリティシステムを採用しており、スマホから予約者が指定した時間にのみ、非接触キーを使って、入り口ドアの会場を入室できるシステムになっています。ほんとかよ。最新じゃないの、僕のとこに来てるチラシ。マンションの中でも。すんご。写真見せたいわ、これ。3畳ぐらい、1人3畳ぐらいのコワーキングスペースが与えられる。やばいね。あ、フィットネスついてる。フィットネスジムもついてるね。スポーツジムついてるって。まあでも、これは今時ついてるのかも。タワーマンションと言われるとこには。タワーマンションだからついてるのか。わあ、まあ一通りついてるな。まあ、プールはさすがに。プールはさすがにないって。屋上にあのバーベキュースペースありますね。屋上バーベキュースペースあります。うん、なんか使ってって。休みの日家族でどうですかって書いてあるわ。あの、花も植えてあるんで。天体観測とはどうですか？トリミング、ペットのトリミングルームもついてるって。ペットの愛犬の毛を切りたいときに、トリミング施設あるから、そこで自分で切れるって。さあ、おいくらなんでしょうか？おいくらなんでしょうか？いくらだと思う？このマンションいくらだと思う？チラシに一応書いてあるよ。値段。さあ、いくらだ？さあ、いくらだ？ 3 億。惜しいね。惜しい、惜しい。惜しいね。それがさ、2LDK で4000万なんだけど。安いんだけど。え？君ら奥だと思ったでしょ？ 2LDK で4000万なんだけど、何このマンション？いや、まあ、今まで言ったやつ全部あれかな？有料ベッドサービスか？ベッド有料安すぎだろ。え、だってそれだったら東京のね、中古のマンションと同じでなんでしょ？ 4000 万だって。2LDK が狭いって。いや、でも、割と広いよ。あ、リビングは広い。十何畳って書いてる。いやー、すごいわ。なんか今入りたいと思った人いる？北海道、しかも札幌に来れば、結構そういう物件あるから、今なんかね、こういう高めの物件が札幌に立ち始めてんのさ、ポツポツと。4000万、5000万でいけるよ、今言った物件。4000万、5000万で。いいよね。なんかありだよね。でもマンションか。どうせ大声出せないしな。実況配信向きではない。マスターズマンションって書いてない。とりあえず書いてないかな。シニア向けマンションで日本中で人気のやつ。マスターズマンション、シニア向け？そうやって全部セットのサービスで入ってるやつなんだ。へえ、マジか。そっか。ま、全く話変わっていい。チラシうざいんだけど、あれ、どいつ止めればいいの？一回、3年か4年前に、銀の皿で、お寿司を頼んだことがあって、
それから、まあ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 、月2、3回は銀の皿のチラシが入るよね。出前館でうっかり頼んだが、運の月へ、延々入り続ける。どうやってやめればいいの？電話すればいいの？もう、うちには、チラシは送らないでくださいと。チラシお断りのシールを貼っても、あれ聞く？読んでないよね。夕方とか夜とかに入れてくる人。電話すればいいの？もしくは短冊に書く。銀の皿のチラシが止まりますように。切ねえ。そのレベルか。期待持てねえな。銀の皿のチラシ止める程度のレベルしかないのか。短冊に書かなくてもそれ貼っとけば多分もう入んないだろうしな。その短冊ポストに貼っとけばさ、入んないか気がする。でもいつまでずっと貼ってるわけにもいかんしね。銀の皿、いや、チラシじゃないよみたいなのあるじゃん。うちこれチラシじゃないよと。札幌で言うんだったらフリッパーとか入らない。え？札幌で言ったらさ、なんか、札幌まるまる通信みたいなの入ってこない？地域で作ってる情報誌。それはチラシじゃありませんよみたいな手で突っ込まれない。あれ結構かさばるんだよね。あの、ちょっと小雑誌みたいなやつ。そう、フリーペーパーみたいなやつ入んない。結構かさばんのよ、あれ。な、フリーペーパー、そう、なんか地域のね、情報誌みたいなの入ってくるんだよね。今日は、この、これこれの店が、おすすめですよと。ここのラーメン屋さんが美味しいみたいな、ホットペッパーの小地域バージョンみたいなの入れてくんだよ。あれこそかさばる。いや、捨てたらええやんって言いますけど、有料ゴミ袋なわけですから、こっちが使ってる。いや、捨てたらいいよ。でもその、さあ、捨てる先、雑誌の日まで待つの。申し訳ない、有料ゴミ袋に入れて燃えるゴミにポイだわ。その手間をかけさせるのもちょっと若干ピリッとくるしね。チラシはチラシの日に捨てろってさ、始まるでしょ。勘弁してくれよ。2週に1回なんだけど。いや、こっちはさ、腰の日と、葉っぱの日と腰の日で順番に来るんだけど。どう有効利用すればいいんだ、チラシ。もしくはそう、有効利用するかだよな。チラシを。独身男性の君たちは、チラシどう使う？いや、ケツも吹けねえよ、マジで。チラシだから、流せないしさ。どう有効利用する？微妙に紙質悪いんだよね。絶妙に。芋でも焼いたら、なんか燃えなさそうなんだけど。無駄に、色使ってて、無駄に塗料使ってるから、いまいち燃えが悪そう。新聞よりも燃えが悪そう。ツイートをするとき毎回ちいかわの漫画がおすすめで助かる。ちいかわの漫画さ、だいたいさ、朝活のツイートするときに最新話見てから朝活放送のスイッチオンするんだけど、ちいかわのシーサーっているじゃん。シーサー、こいつに対してなんかに似てるなってずっと思ったんだよね。なんかこいつのキャラ立ちとか、こいつのなんかさ、長野さんが絶妙に使いにくい雰囲気出してんじゃん、シーサーって。シーサー使いにくそうにしてんじゃん、明らかに、長野さんが。なんかさ、無難というか、この、なんだろうな。使いにくそうな感じ。キャラはそこそこ立ってるんだけど、知らないシーサー。わかったわ。さっきシーサーの漫画読んでる時にわかった。これ、のび太と出来すぎくんとの関係に近しいわ。これさ、優等生のちいかわなんだよ、シーサーって。顔も似てんじゃん。優等生のちいかわ。だから使いにくいんだ。のび太と出来すぎなんだよ、この関係が。おそらく。ちいかわ反転させねえんだよ、シーサーって。だから、絡みづらいんだな。だいつも真面目でさ、一生懸命ひたむきにやってる。いや、要は、できるちいかわみたいな立ち位置じゃん。そう、だから、長野は、ちい逆できないの、こいつに。こいつに可愛さもできないんだよ。弱みないから、頑張ってて、ひたむきで、けなげで、誠実で。なので、長野も扱いづらい。わかったわ。なぜシーサーが扱いづらいのかが。でも、必要なところなんだろうな。
スーパーアルバイター持ってるよね。いや、できるやつだから。できるちいかわ。顔もちいかわをちょっとさ、色濃くして、シーサーの噛みつけただけだもんね。よーく見ると、ちいかわと同じデッサンされてるよね。GU のちいかわコラボ買った。いや、僕、島村のちいかわコラボ買いに行ったら、ほぼ、なんか、転売ヤーが買い占めてった後で、くだらねえやっつって書いてあって。そっからやめた。島村買いに行ったら、マジで、土曜日からコラボ開始で、日曜日の朝、一日間違って、まあでもまだ売ってるだろうっつって、日曜日行ったら、もうほとんど売り切れてて、くだらねえやって言って書いて、お前らいつも島村で買わねえくせに。くだらねえや。島村もそういう転売屋に売るで、島村こそ、島村常連1級から5級まで発行してほしいわ。僕1級取れるから、それだったら。いつも島村で買ってるお得意様に、島村検定証を出してほしいね。その1級から3級にしか、ちいかわのグッズ売らねえとかやれよ。マジくだらねえわ。転売屋に買い占められるの。一人一点って書いてあるのに買い占めていくもんね。何回も出入りして。くだらねえ、くだらねえ。ちいかわ何も残ってねえ。行った時に残ってたの、キッズ用の靴下だけよ。ほんと子供用ね。幼児サイズ。くだらねえ、くだらねえ。すぐメルカリで転売しやがってよ。くぅ思い出すたび腹立ってきた。ティッシュ箱破っちゃったからの。買い占めないで。最近あれ欲しいんだよね。ちいかわ、カツラにお願いしたけど、もうないって言われて、アミューズメントのプライズ限定のちいかわホットケーキメーカーってのあんだよ。ちいかわと八割の顔の形にホットケーキが焼けるやつあんだよ。それ、プライズ限定なのよ。で、それ、カツラに取ってくれ、取ってくれ、取ってくれって、散々お願いして、分かった、ちょっとゲーセン行ってみるって言ったら、もうないって言われた。ないって言われた。代わりに、カツラが別の取ってきたんだよな。ちょ、LINE 起動しよう。パソコン LINE 起動しよう。いやー、ごめん、もうなかったわ。台東行ったけど、もう全部取られてたわ。って、おととい言ってきて。ないわーで、あれどこ行った？代わりに、あれすごいでか。代わりにこれ取ってきてくれたわ。八割ギター、一人ごつバージョン。一人ごつバージョン。取ったよ。おっきいのかな？なんかおっきくなさそうなのね、そんなにね。20センチ、10センチぐらいか。八割一人ごつのやつね。生川秋で一人ごつ。俺取ってくれたわ。ただなぁ、もうもらっちゃってるからな、ぬいぐるみ。地味に置くとこないんだよな。ツイッチのみんなに抽選で一人にプレゼントできる。カツラは僕に多分あれだろう、俺この前うなぎ送っ誕生日プレゼントあげた時にのなんか連絡しなかったフォローみたいな感じで撮ってくれて、もう全然許してるから転売しろよ。だからそれやったら島村の転売屋と同じ末路だろ。会社に置けって。会社には会社に、もう、坂ちゃんぬいぐるみ、未決ぬいぐるみ、中岡ぬいぐるみの3点セットがいて、あいつらでかいから、スペース取るんだよね。もう会社にも置けんよ。なんか誰かに、あげよっかん。でもな、ツイッチでもやっちゃいけない気がする。それやるんだってやっぱニコニコか。ニコニコはたまに。クレーンで取ったやつ、プレゼントしたりしてるもんね。K さんとずっと不動産の話してて、あ、やばいなって感じになってきた。不動産に手出しそう、あの人。ずっと不動産の話してるよ、K さんと。なんか、中古のマンションを買うと、みたいな。僕は持たない方がいいと思うけどな。そういう、
重くなるじゃん、人生が。マンションとかさ、中古マンションとか持って、ん？中岡は持ってない。中岡はなんかお母さんの持ってる土地が駐車場になってて、そこから駐車場代が毎月入ってくるよみたいなのは聞いたことあるけど、まあ、駐車場ぐらいがいいんじゃないの、一番重荷にならなくて管理大変よ。あのね、最近はなんかね、オールインワンでセットになって、まあ全部 K さんの受け売りなんだけど、オールインワンでセットになってるんだって。全部管理から運用から大家経営まで全部やってくれんだってさ人に生かしたら永久不労所得入手マシンゴールドボンバーになりますよって K さんが言ってましたマンション一回作っちゃえば永久不労所得ゴールデンボンバーになりますよって K さんが言ってましたまあまあ確かにね、全部入ればそうかもね全部入ればそうだね。なんかいろいろ話してたよ、あえて 1LDK にした方がいいとか、その単身用にした方が埋まりが早いとかいろいろ言ってたよ。 K さんのそんな成功してたか、赤は出てない感じだ。赤字にはなってない。まあトントンって感じ、トントン。まあローン組んだ分返せばプラスにはなる、大丈夫。まあ別にマイナスにはならないんじゃない。株の投資よりかはずっと安全かもね。そう、大震災とか起きて建物が潰れたりしない限りはまあ安定するんじゃない。僕はやらんな、重たいぐらいになってくるともう同居して、あのね、慣れてくるよそのうち。なんかどっかでね、あ、慣れちゃったな僕みたいな感じになる。最初はさ、一回家の中でさ虫見つけるとさ、どうしても探し出して駆除しないと気にならない。それもね、十何年同居してると、いや今日は見逃してやっか、ベッドの下に入ったからとか、そういう心境になってくる。いても構わんと。もう。ただ顔にジャンプしてきたりするのは勘弁だから、それはさようならするけど、ただその辺歩いてるだけだったら、その進んで駆除しようともうしなくなったら僕も。北海道は G 出ないの？出ない。いや、ちっちゃいのは出る。すすきのには出るらしい。でもまあ出ない。出ないわ。共存しないらしいんだ、何かと。北海道にいる虫と共存できないのか、北海道の冬の環境に適していないのか、わからんけど、みんな冬眠するから、地面の下に潜って。ああ、でもかわいそうだけどな。冬の間、地面の中で眠って、春出てきた瞬間、人間に駆除されるのは。まあでもそもそも家汚くしてなかったら出ないでしょ。僕んち古いから、穴だらけだから、その隙間から侵入してくるわけで、普通のマンションとかにいたらさ、出てきようがねえよ、よく考えたら。どんだけ汚い生活してるのって話。あの、僕男の人で、でも男の人でさ、一人暮らしだったら結構汚れてくのかもしれないから、ライフハックを教えるけど、やっぱりその僕が使ってるスーパーの袋を100枚入りいくらで、100円とかで売ってるやつを常に常備しといて、もうすべての出てくるゴミは一回その袋に入れよ。使い捨ての。僕は札ドラで200枚200円で買ってるから、その袋に入れて有料ゴミ袋にポイよ。そしたら絶対出てこないから。ゴミ箱とかいらんから男は。ゴミ箱使うな。ゴミ箱に虫湧くぞ。ゴミ箱ダメ。ゴミ箱こそが君の家を臭くしている原因だわ。不衛生にしている原因はゴミ箱。僕んちゴミ箱ないから。ゴミ箱洗うとか、そんないらないんだって。ゴミ袋でいいの。もう常に衛生的だから、それが一番衛生的よ。ゴミ袋いらん。必要なし。ゴミ袋が一番、諸悪の根源と言っていたろう。君ゴミ袋今下の方漁ってみ、なんか湧いてるから。ダメ、あかん、ずるい、無理。
めちゃくちゃ僕の衛生的なライフハックを見習ってくれ。あ、三角コーナー良くない良くない。良くない良くない良くない。ゴミ袋全部ゴミ袋にしろ。いいから台所にゴミ袋置いて、出たゴミ全部そこに捨てろって。そのまま有料ゴミ袋にポイだから、二重包装だから。もう絶対出ないから。しかし体に悪いわ。汗かきすぎて。こんな夏日にね、差し掛かってくる中に、炎天下の中で走るっていうのがまず蒸気を逸してる。頭おかしいっすわ。この状態で走っての外。捻挫とかわけわかん、しかもさ、いやもう走らないから、まあ、札幌の人ならすぐわかるようなこと言うけど、あの、豊平川の河川敷で走ってたんですよね。朝。豊平川の河川敷。もう札幌の人ならすぐわかる。で、その、毎日そこで2キロぐらい走って、まあ、1キロあたり橋のところを折り返し地点に、スタート地点に戻る。っていうランニング、ジョギングコースでやってたんだよ。結構朝走ってるんだよ。で、もう、ほんともう情けない話なんだけど、その、1キロ走った時点で、まあ、一回休むんだよね。で、豊平川の河川敷のジョギングコースって、土手みたいなやつがあって、その土手のところに石畳の階段がついてるんですよ。で、僕いつも1キロ走ったら、その、石畳の階段を3段ぐらい上がって腰掛けて、で、休むっていうのが日課で、今日もそれしようと思ってて、で、ちょっとね、歩きスマホしちゃったんすよね。どうしても、Kindle の、光が死んだ夏の先が見たくて、ちょっと、まあ、ちょっとなんなら走ってる時も、ジョギング走りスマホみたいな感じだったんすよね。人がいないから、そのまんま、歩きスマホで石畳のとこ行ったら、石畳の2段目で転んだんすよね。まあ、危ないし、自業自得だし、なんかもう言い訳できない。すいません、もうやめます。歩きスマホとジョギングやめますわ。いや、バカだよな。他の人巻き込まなくてよかったな。いや、誰も走ってない。その、本当にね、たまーに行き違うぐらい。犬の散歩とかに。それもなんか500メートルぐらい先から見えてるから、それは大丈夫なんだけど、もうダサくてさ、なんかそんなの心配してる人が何人かいたのもごめん。逆に。そんなゴミみたいな転び方してるおっさんを心配していただいてごめん。すいません。心配していただく価値がないんで、はい。自業自得の捻挫なんで。そう、走り関係ないんだよな。うん。歩きスマホが原因よ。ダメよ、やっちゃ。でも一人で事故ってるから、世話ないよね。まあ、湿布、湿布買って貼ったら、もうだいぶ収まったんで。でも帰りはタクシーで帰ってきました。また情けないところで、ジョギング行って帰りタクシーで帰ってくるってのもな。しかも1キロっていう。ワンメーター。770円ワンメーター、それも悲しい。いやー参ったね。なっさげないこと。ジョギング行ってタクシーで帰って、まあ、タクシーのうんちゃんは僕足こう引きずりながら来たから大丈夫って、いやちょっとジョギングしてたら、そこごまかしたけどね、ジョギングしてたら足捻挫しちゃって、あーそうだね、河川敷で走ってたらあるよねって、いやでも頑張ってるからちょっとついてなかったねって、そうなんですよって、嘘ばっかついてでもそこで、いやジョギング最中からその漫画読みながら走ってて石畳で転んだんすよって言ったら、タクシーのうんちゃんの同情は買えないわけじゃないですか。1キロって言ったら、いや乗車拒否しますって言われるわけじゃないですか。そこはやっぱり悲しいかな。嘘をつきましたよね、僕も朝っぱらから。ジョギングをしてることで朝から嘘つくし、朝から怪我するし、ろくなことないや。もうやめた。今日でやめた。なので今日は、自分へのご褒美のアイスコーヒーも今日はなしで、はい、ナンバリングも振ってないんで、明日21回改めてやりますんで。まあ、いったな。で、今日はもう開発室、行けないって言ってもう休んじゃったんで、もう足が痛くて行けないって。
足痛いのは本当だから、まあ、一応安静にするということで、あと家にいます。あと夜中中ちゃん来て YouTube の放送バイオするまでずっと家にいます。私はスマブラとかやった。いや、悩み聞いてくれる君。その見たこともないくせに勝手に人の目つき悪いと断言する君、悩み聞いてくれる目の。もう聞かざるを得ないよ、ここまで一方的に絡んできたら聞かざるを得ない僕の目の悩み。眼科下垂気味になってきたんだよね。それは年なのかもしんない。わかる？眼科下垂って、まぶたが下がってくるの。ジョジョのスカイハイ食らったみたく。眼科下垂っぽいんだよね。だんだんと。それこそ手術じゃなきゃ、眼瞼下垂か。眼瞼。まぶたの瞼か。それがさ、個人的にはめっちゃ気にしてる、今。人相悪く、そうなんだよね。常に睨んでる感じなのは、僕の目つきが悪いんじゃなくて、眼瞼下垂じゃないの、単純に。それさ、それ、でも、湘南美容外科で治せない気がする。あれガチなやつだと思う。手術するとイケメンになる。これ以上なったら困っちゃうな、僕も。参ったな。まだ上があるんか、僕の理想形に。まだまだ上があるな。目こすりすぎ、いや、こすってないね。でもなんかその、目つき悪いって思われるから、普通に生きてて。なんかその、人と話してるときは、その目力を強くしないと、目つき悪いように思われるんだなって言って、目力を頑張って強めて話してる感じだったから、それってでも、眼瞼下垂なんだわ。その日に帰れるって、ちょっとやってくるかな、今。今日。眼瞼下垂になると何が一番嫌かっていうと、目のハイライト消えるんだよな。もうほんと今、マジで眼瞼下垂気味の人は、あーって言ってると思うんだけど、目のさ、黒目んとこのハイライト消えるんだって。だから死んだ目つきなんだよ。すごい気になる。うん、常に闇落ちした坂本になってるんだよ。それわかるだろ？オキャンわかるだろ？直したいよな。その日のうち直せるって。まず足の病院行けや。足は捻挫ですんで。ただの捻挫です。湿布を貼れば治りますんで大丈夫です。ありがとうございます。すいません。歩きスマホをして、やっちゃったのに心配してもらっちゃって。そっちも恥ずかしくて病院も行けないっすわ。自分への戒めのために今日一日痛みにこらえますわ、僕。またさ、今年さ、詰まってさ、冬。で、今年、その水道局に視聴者が教えてくれたんだよね。札幌市の水道局に電話をすれば、そういうのって詰まった時って、その水道組合からいい業者さんを紹介してくれるよって教えてくれたんだよね。で、それで電話したら本当にさ、いい業者さんが来てくれて、で、見て、詰まり直して、ついでに裏掘って見てくれたら、何この管の通し方。何この下水の管の通し方。水減ってんじゃん。え？勾配ついてないじゃんって。何この工事。真横に監視季節してるなんてバカじゃねえの。こらあかんわ。いや、こらあかんわ。真横に、うわあ、このトイレ工事か。いや、怒ってたよ。いや、怒ってたのさ。その水道組合から来た人は、そのトイレ工事に絶対の自信があるんだろうね。切れてたよ。マジで。同じトイレ工事をする者として、この不施工、雑な施工は許せんと。下水管が曲がってないでしょうがって言ってたの。斜めってないでしょうが、下水管が。これじゃクソが降りてかないでしょうが。これじゃ、垂れたクソが降りてかないでしょうが。はい。そう、そうですよね。そうですよね。しかもこれあれか、まさか。ちょっと水流してもらえますか。トイレの水流してもらえますか。台で流してもらえますか。流しますね。3、2、1で流しますね。
3、2、1、じゃーって。なんでエコタイプの節水タイプのトイレつけてんのよ、こんな古くせえ便所によ。節水タイプの便所つけたらダメでしょうが。こんな古くせえ家の。なんで節水してっかな、こいつら。なんでエコタイプよ。こんなクソ古い一軒家住宅によ。なんでエコタイプの便所つけっかね。しかも下水管はまっすぐだしよ。これあかんわ。これダメっすわ。これマジ訴えてやり直してもらうかした方がいいっすわ。いや、水道屋本舗で、え、あの詐欺の水道屋本舗の、うわぁ。もう、ちょっとお客さんかわいそうすぎるので、今日、半分に負けて、3万円にしときますから、なんかもしよかったら名刺置いてくんで使ってください。半額になったよ。半額になった。安いよね。高圧洗浄機をぶちかまして、しかもさ、カチカチに凍ってたんだよね。その、1ヶ月ぐらい放置してたから、で、思いっきりキュポとかで、上から無理やり押し込んで流してたから、流れてないのさ、それって結局。先の下水管で詰まってるだけだから、もう、僕んちはトイレットペーパーと糞尿と、で、たまに僕んち出てる虫も流してるから、虫の墓場のもうコンクリートみたいになってて、そこが高圧洗浄水でほとんど流れてかない。掘ってたね。だからもう3万よ。それで。250万かけて全特化しても、3万の工事にかなわないね。もう次どうしよっかな。今年の冬も詰まるから、さすがに名刺のところに電話して、工事、雪降る前にやんないとな。下水管まず直さんと。下水管。でもなんか3、40万でまた全特化してくれるみたいよ。250万かかったやつが。いやー、節水タイプだったから、通りで水あんま流れてかないと思ったんだよな、取り替えてから。もっとジャーって流れてほしいよね。水って、シャワーでも、トイレでもさ、風呂でもさ、なんでもいいけど、節水タイプにする必要性がないんだよな、水。なんでそこまで節水しなきゃなんない。ガス、水道、電気の中で最も水道が安いのに。水道節水するのやめようや。なんできちんと調べてから頼まんのって言いますけどね、トイレ逆流してきたらパニックになって頭回んないって。だって僕のトイレ逆流してきたんだよ、ある日。下から。うんち戻ってきたんだよ。そんな中でさ、あなたさ、冷静にまずはトイレ業者をきちんと3日かけて調べますかってなりますか？ならんでしょ。目の前のうんちなんとかせなってなるでしょ。僕、うんちとかだからさ、逆流してきたやつ、泣く泣く、燃えるゴミのやつに、入れてたんだよ。火鉢みたいなの使って。うんちせり上がってきたんだよ。テトリスみたく。どうしようもないでしょ。業者をゆっくり探そうねとはならんでしょ。精神状態的に。もう恐怖だったわ。五感だろって。すべてにそれのコメントがつくんだけど。全事象絡めてくるやついる。片揚げポテトもおめえはやわ揚げだろうとかさ。脳みそがもうそれしか考えられないようなかわいそうな感じになってるんだろうな。脱却した方がいいぞ。もう何かにつけて坂本のさ、股間に絡みつく人生になっちゃってる君。なんなら配信外でも街中でさ、そういうの見たらさ、でも坂本の股間はって思うような感じになってると思うよ。それやばいぞ。勉強で教科書とか見てもさ。全部思っちゃうんじゃない？サイン、コサイン、タンジェントか。でも坂本タタンジェントだしなとか思ってさ、一人北総M。僕は君のそういう人生を思うたびに、憐憫の情を傾けるのを禁じ得ないね。
股間ネタ好きじゃねえよ何人のプライバシーと、いや傷ついてるよ一回一回、誰がどう好きなんだよお前、誰が自分のさ弱みいじられて喜ぶやついいんだよ、それマゾじゃねえか、マゾでも喜ばんね、マゾでもそこはね自分の嫌なところはいじられて喜ばないね、ダメだねそれはね、もう釣り行くからね僕はね、残念ながら釣り行きますよいやーでも健康的な生活してもそこは改善されてないからダメだな、走っても食生活を変えても朝活しても無駄ってことはやっぱり無駄なんだな、ねえ無駄かもしれんね、およそ今健康的な生活してるんだけどな、おなきん何日目、え50日ぐらいじゃない、いやまだ上、待ってもっとだな、えミケ死んでから強制おなきん状態入ってるわ、よくよく考えれば、じゃあ3ヶ月、え4ヶ月ぐらいか、あじゃあ100超えてんなすでに、やべえこれちっくしいやー正直ミケで性欲満たしてとかあったからな、いやミケ、いやミケいなかったミケいなくなってから ED っぽくなってるからな、くそー、いやミケのケツがなきゃダメなんだな、やっぱりミケのケツがなきゃダメなんだよね、あれが良かった、性癖に来たんだよな、あミケもね諦めた表情してたよ、もうここ5年ぐらいはしゃあねえなこいつと、もうしゃあねえしゃあねえって、もう見とけ見とけってなってたよ、諦めた顔してたよいつもブスッとしてたもう放置、いやー猫だな、いや1年は耐え忍ぶぞ、分別できるようになってるから、プリンとグルスで、プリンは燃えるゴミ、グルスは燃えないゴミで分ける、まあ言ってプリングルスなんてもう何年食ってないんだか、何年チップスターと同じぐらい食ってないな、だいたいさ会社とかのさなんとか会とかで出る以外で食ってないよ、あれ自分で買って食べないよな、プリングルスって、お食べる食べる、あれ朝食する、うまい、うまい、食べればうまいんだろうね、僕の中でのポテトチップスランキングをつけるんだったら1位は片揚げポテトのし海苔塩味で固定されてるから、1位はまず固定、うん、片揚げポテトの海苔味絶対美味しい、2位はファミマにしか売っていない、あの波の形をした海苔塩のポテトチップス、波型、しかも大型で買わなきゃダメ、あれファミマでこっそり売ってるんだよね、今度ファミマに行ったら見てみてほしい、ファミマ限定の波型の海苔塩ポテトチップスのデカ袋で、それめっちゃうまいよ、味おかしいぐらい極まってるよ、ほんとうまい、それそれ2位、それ2位、3位か、3位はね、いやー無難にコンソメダブルパンチか、でも小池屋の、たまに小池屋で出てくる超ちょっと高いシリーズの海苔塩も好きだな、小池屋のポテトチップスは外れないからな、小池屋美味しい、小池屋美味しい、小池屋海苔塩美味しい、その3つかな、その3つ、コンソメパンチはまあ味濃いけど美味しいよね、ピザポテトダメだな、ピザポテトはなんか主食っぽくなっちゃうからお菓子っぽく感じない、僕の中では海苔塩ばっかやん、えお得感ない、薄塩よりもなんかより手間がかかってる感じでお得感ない
うすしお、うすしおよりものりしおの方がワンランク上な感じしない？同じ値段だったら。じゃない？のりがついてるし、塩もついてんだよ。うすしおは塩だけだけど、のりしおはのりもトッピングしてくれてるんだから、上位互換じゃない？そういうの弱いんだよね。上位互換。いや、コンソメパンチよりもダブルコンソメの方が上位互換だよな。同じ値段だとしたらね。ただの貧乏癖かもしれない。パソコン買ったばっかりなのにさ、落ちたりすんだよね。なんでだろうね。パソコン買ってばっかりでも3ヶ月ぐらい経つと、なぜ勝手に Windows 起動した時に勝手なものがポンポン開くようになるのか。一番うざいのが、ワンドライブのリンクを毎回求められること。ワンドライブのリンクが切れてるから再接続しますみたいなのが、いの一番に出てくるのが、もう邪魔で仕方がない。どうやって消そう、あれ。もういらんって、ワンドライブに。いちいち繋げるなって。一回許可しちゃったらさ、デスクトップのもの総ざらいでワンドライブに上げようとするじゃん。ワンドライブ一番切りたいわ。僕。最も切りたい。出たことない？ワンドライブね、しつこく聞いてくるんだよね。ビデオプロデューサー。ウイルスじゃないと思うけどな。ウイルスじゃないと思う。あ、でも、たまに変なメール開いたりするからか、僕。かも。メールで一番腹立つのが、その Amazon の、うまいことを言って開かせようとするシリーズで、あの、アマゾンのカードの有効期限が切れたので、こちらで設定してくださいとか、セブン銀行の、その、あなたの銀行カードが不正利用された疑いがあるので、こちらで、パスワードを入力して、ID とパスワードを入力して確認してくださいみたいな、そういうやつが腹立つ。で、設定はうまいくせに、日本語がおかしいからすぐ分かっちゃうんだよ。これ日本人が書いてないなっていう文章なの。よーく見ると。それでわかるんだけど、設定がうまくて腹立つ。引っかかるやつ、いるかもしれない、あれ。URL 踏んで、しまうかもしれん。あれ、取り込めないなぁ。ん？いや、アラビア語のクルボ、のべつ幕なしってやつだ。そう、ホットメールとかの差出人で来るからな。なんでフリーメールで来んのって。じゃあに。焼き鳥弁当と言いながら焼き豚弁当だからな。それもよくわからん。函館の文化。それも景品表示法違反だろ。焼き鳥弁当って言って焼き豚入ってるのは。鳥一個も入ってないぞ。ハセストに売ってるやつでしょ。北海道の長谷川ストアに売っている焼き鳥弁当だろ。豚肉入ってるよ。あそこの。鳥一個も入ってないんだよね。全部豚入ってる。何なのっていう。何なの何なんだろうね。それなんでなんだと言われると、理由は何なんだろうな。焼き鳥とは言ったが、豚が入ってないとは言ってないし、鳥が入ってるとも言ってない。うん、そうかもね。うん、だから、焼き鳥が入ってる弁当って表示してないでしょと。ただ焼き鳥カッコは入ってないけれども、焼き豚が入ってます。カッコ閉じ弁当。略して、焼き鳥弁当。としてるかもしれない。カッコ台がやっぱりね、商品名長くなるから、はしょるよね。ちっちゃく書いてるかもしらん。いや、ルール厳しいなって、焼き鳥弁当って焼き豚出てきたらあれってなんない？牛ステーキって書いてるのに鳥の肉出てきたらさ、おいってなんない？名前通りのものを出してほしいよね。そこは名前通りに出してほしい。なんでだっけな。まあ昔は多分、焼き豚のことも焼き鳥って言ってたんでしょう。ひっくるめて。まあそこの名残じゃないか。きっと。でも本当の焼き鳥弁当も売ってるよ。
なんか今になって思えば、確かに売ってた。本当の焼き鳥弁当。売ってる売ってる。でも確かに焼き豚の方が食べやすかった気もする。なになに？北海道の道南エリアでは一般的に焼き鳥というと豚肉のことを指します。道南地区では養豚場も多く、鳥より豚が安価で手に入りやすかったことが、その一番の理由と言えるかもしれません。え、理由ゴミじゃん。理由聞いたら許せなくなってきたんだけど。え、焼き鳥の方が、要するに高価に見えるから、名前偽ってるとしか聞こえなかったんですけど、今読んでも。言えるかもしれませんじゃねえよ。え、理由がクソなんだけど。焼き豚は焼き鳥よりも安い食材だと。だから名前だけでも高い感じを出したいから焼き鳥って言ってたの。それ通らねえだろ。え、金メッキのアクセサリーを、そのままでは金メッキアクセサリーでは、貼ったり効かねえから、じゃあ、純金、純金素材で作りましたって言ってると同じだよね。名前だけでも貼ったり効かせましょうと。すごいな、昔の多分、ゆるい時代だったんだろうな。信じられなくなってきたな、だんだん。本当ってなるな。そこまで堂々と嘘つかれると。でもね、うまいんだよ。ぜひ、函館に行く機会があれば、ぜひ焼き鳥弁当、うまいから。うまいのは間違いない。ただ嘘こき弁当なだけで。口から出まかせ弁当なだけで。うまい。間違いなくうまい。まあ、今更変えられないんだろうな、みんな。根付いちゃって。そこも一つネタになるかな、っつって。ぜひとも嘘こき弁当食ってください。味は間違いないんで。月の光の雫が